ってきます。クルーメイト歯抜けはなし、10人いる、透明人間バグも起こってない、よーし。トリッピーがなんか残ってたな今。ムツーさん、ムツートリッピー、白ライム、ほー、じゃあオツーの方行くか。まだみんないるよね、さすがに。じゃあ私はこっち、寺蔵川添平かな、多分誰も死んでないな、この感じだと。おお、あらあらあら、ナイス、おお、おびびりなさってね、いいですね、いいですね。結構カメラを見ていて、エレクトリカル方向にみんなゾロゾロ行っているのを確認できたので、まあ死んでても行くんじゃないかなと思うことで押しました。あら、ナイスですわ、天才、素晴らしいな、これはナイスですね。それっぽい理由つけてんな、畑迫くんも。なんかねえ、そう、殺すタイミングなかったな。そうですわね。いや、ま、マロが、リアクターにずっといて一人で、うん、そうでございますわね。僕がずっとカメラを見ている間、ずっと一人でリアクターにいたので、はい、まあ、なかなかに白いなと思ってます。そうでしょ、素直に全うしてたからね。まあとりあえず誰も死んでないから、誰も死んでないから大丈夫だ、大丈夫ですね。うん、怪しく動きの人も特にいませんでしたわ。これは印象ですけど、砂鮫さんすごく白そうな気がします。死体探ししてる僕だった。だぜ、千早さん、甥っ子が千早さんの大ファンです。私もファンです、よろしくお願いします。ミトにします。砂鮫はね、ミトします。いやー、今時間ギリギリの恋だったな。甥っ子が千早さんの大ファンです。ライム、トリップ奥に行ったの、何しに行ったの、トリッピー今。テラゾーラ、ライム、水ライム、こう、何この距離感、この距離感何、この距離感何、黒緑ね、黒緑。今のヒラ君と畑迫君すげえ心の距離あったんだけど、き、あん、あら、あらららら、まあ、川添さん、はい、川ちゃん、どこで、まあ、川添さん、川ちゃんってな、川さん、川添さんがメッドベイのタスクのところで亡くなられてます。あ、なるほどですね、メッドベイ、メッドベイ、なるほど、なるほど。川添君どこにも見なかったな、昨日の道中。見てないっす、うん、早めですかね、うん、確かに僕も見てないな。アドミン見て行った感じですかね。いえ、O2 になったんで逆張りしてみたんですよ。なるほど、はい、あ、そうそう、でも確かに、ね、俺がアッパーエンジンからメッドベイに行くぐらいのところで千早さんが逆走してアッパーエンジン側に向かうのを見たんですけど、その後戻ってきてメッドベイも確認しに来たって感じ。そうですね、セキュリティリアクター確認して、あれないなと思って、最後メッドベイ入ったらありました。セキュリティを見てる千早さんをすれ違って僕は上に行きました。はい、畑さんも見に来ましたね。うん、お、いや、結構前なのかもしれないですね、これ。うん、最終目撃が全然ないってことは、まあ直前かもしれないし、結構前かもしれないし、正直絞れなさそうな感じがしちゃうな。カメラ情報とかどうでしょう。あ、カメラ見てた人、うん、結構光ってましたね。私見てましたけど、でもメッドベイに入るのは全然見なかったですわ。まあ、ずっと見てるわけじゃなかったんですけども。うん。うん。ついたり消えたりしてたかな。うん。確かにね。なんかあの、ヒラ君と畑迫君がエレクトリカルでこう、なんか、うん、バディを、バディを組んでたけど、あの距離感は何だったの一体、なんか。いや、ずっともしてただけ。あ、ずっとも。僕もやった。ずっともですよ。でもなんかじゃあヒラは絶対白いと思う。その後十字路で合流してそのまま O2 にまで行ったよね。そうそう、2人で O2、うん、あ、じゃあヒラさんはキルするタイミングないです。
なるほど。川添さんの左側で合流して。ちょっと血が冷えてるとかなり難しいな。これ難しいな。もう覚えてないもん。多分昨日一回もすれ違わなかったし、多分これボタンを押してもちょっと絞れなさそうだな。まあ千早さんのセルフでもここまで死体をうまく隠せてるんだったらわざわざセルフをする、そんなになんか黒っぽいセルフでもなかったし、あ、死んどる、あ、あたさん、あたさん、あたさこさんも、あら、俺ボタンです、はい、トリッピーがクソ怪しいムーブをしてたので通報しようと思ってボタンを押しそんなことないです。僕はちゃんと物陰に隠れてテラゾーさんが急色タスクをするのを見てただけですわよ。トレースの右下で俺が給油してるところを影から 見てた。怪しい。昨晩、見えてるんですね。昨晩、ハタソコ君ってどっち行ったのかな？見てない。昨晩、少なくとも多分最初下じゃないですわよね。あの寺蔵さんとか多分下、ね、下、僕もトリッピーも下、いなかったはず。フルストンと砂沢の左。左。キラー右側に行ったんですけど、僕も見かけませんでしたね。あれ？え、でも今それでも3方向揃ったので、うん、3方向揃ったってことは、でも左側は見た人は誰なんです？行った人誰ですか？フルコンスナザメです、ね。フルコンスナザメ。え、でもフルコンスナザメで2人が行ってないってなるのか。うん、あ、でもあとメ、うん？あ、あ、そう。あれメドビーで千早さんから確か。千早さんもいたけど。そう、千早さんいた。うん、そうだそうだ、はい、千早さんいたわ。なんで左側は千早、砂ザメ、フルコンの3人が行って、畑迫くんはいなかったと思う。いなかった、はい、見てない。うん、なるほど。いなかったです。で、下はそんだけ行ってなかったってことは、右かカフェテリアで上のタスクをやってる時に、寺蔵さんが座手でボタン B かぐらいかな。カフェはあり得る。あ、そっか、カフェのタスクやってた。一番最初カフェのタスクやってた可能性は。多分ドア閉められたからカフェのタスクやるかみたいな感じ。あ、でもそれでもそしたら。早くない？そこから離れる。早くない？まあそうだね。確かに30秒そこに居続けるかって言われると。だって俺初手カフェの上やって、まさにその動きしたから。でもいなかったよ。うん、ああ、確かに。うんうん、ですわよ。ですわね。ですわ。じゃあ右エリアな気がするな。なんかちょっと怪しい。あれ、僕に投票される。トリッピーは最初の下です。あ、下だ。うん。ストレージにいたのは下です。画面見たときいたわ。じゃあヒラ君がちょっと怪しくなっちゃうな。トリッピー怖いんだよな。なんかさっきアドミンでもちょっと変な動きしたから。ヒラトリッピーをちょっと怪しんでいこう。な、早い早い早い。嘘。あれれ。トリッピーです。はい。トリッピーです。はい。僕テラゾーさんがブシュってなってるのを見ました。おう。宇宙さんがやりました。あら。あら。あの、いや俺も見たんですけど、うん、どっちだったかな、今。あれば。どっちだったかな。どっちだったっていうのはどういうことですか。ヒラさんもいたよね、今。あ、僕も今いて、あの、テラゾー君ブシュってなるのを、トリッピー君が動きながらやってるの見ましたね。トリッピー指定なんだけど、これ、うん、あの、ムツーさんとヒラ君がダブルキルを狙ってたんじゃないか説がすごく濃厚です。うん。あんなすれ違いざまにキルはしない。絶対おかしい。あ、状況を皆さんに説明します。はい、状況、僕は正直前の晩にヒラ君が怪しい、右側に一人で、あの3、ヒラ君怪しいと思ってヒラ君、ヒラ君が追いかけてきてたのに逃げました、カフェテリアから下に。でも僕、ね、普通にトリッピー君白だと思って一緒にいたかと思った。そうだから、ハタサコさんが死んだターンは、ムツーバマロ、トリッピーはみんなストレージの方に行ったっていう理解で合ってますかね。うん、そうっす。で、千早さんのダメフルコンが左。そう、その通り。僕を殺そうとしたんだ。うん、それ違いない。で、畑迫くんが誰にも目撃情報ないってことはもう右行ったとしか思えなくって、で、ひらくんが右行ったというんだったら、ね、まあ、ひらくんかな。いや、本当に俺のこと信じてくれるなら、俺はそのひらくんに追いかけられてて、あ、やばいやばいって言ったら、寺蔵さん見つけたんですよ。で、その後、寺蔵さんを追いかけたんですよ。ひらくんが俺の後ろついてた。
で、その状況で、寺蔵さんを追いかけるトリッピー、トリッピーを追いかける開くみたいな感じで、そしたら反対側、うん、メッドベイの上です。アッパイジンから来たムツさんが、寺蔵さんをプシャッとやって、俺と全然違うっていう。すごく謎の行動があったから、うん、私はやっぱりムツさんとヒラ君がダブルキルをしようとしたとしか思えないわ。じゃあまあムツ、ヒラ、トリッピーの順番で釣っていけばいいんじゃないのかなというのはいかがですか。そうだね。視点はどっちやったか正直。じゃあムツさんからいきます。なかなかな。なかなかな。なかなかな。じゃあどんどんボタンを押してオローラを完遂しましょう。はい、オローラ。オローラをちょっとミュートにします。なんて言ったなんて言ったなんて言った今。あでもここ鳥はい、順番どっちがいいのかな。トリッピーからでもいいのかな。がダブルキル狙ってるっていうのがちょっと変だなと思って。あんなトリッピーの方がとやるかな、安心ではあるかな。うん、そうだね。あの基本は今回無痛トリッピー対抗だから、あのトリッピーから釣れば一人は釣れそうな感じがしてて、じゃあトリッピーさん、そっから平くんかなと。うん、むつさん絶対に対抗ではトリッピーってなるけど、むつさん視点トリッピーか平くんか分かんないって言ってましたよ。それって二郎だったからなんですよ。まあ、なそんなこともあろうかと、うん、このあとまたボタンを押して次開くをするっていう、もう止めらんねえんだよ。むつさんちょっと出てるんで、このローラーがもうこの宇宙船を生き残せるらせるためだけに必死に目撃したクルーを殺してまで手に入れる勝利で嬉しいんですか皆さん。うん、完全勝利目指しまあ、いやまあクルー失ってるから、まあどの道結果的には僕というこのクルーで大活躍した僕を殺してまで得た勝利でいいんですか、ヒラ君からね。リッピー結構下品やからな。死に際も華麗、死に際も華麗に散るという選択肢もありまして、トリッピー結構ムツーさん殺害してるとき結構貧困性じゃなかったような気がするし、確かに。そんなわけないですか。そんなわけないですか。宇宙服を取ってから宇宙空間に今放り出したから、ムツーさんを。千早さん、どっちが黒いと思いますか。はい、体が黒いのはヒラさんですよね。見てください。立派に真っ黒でしょう。もう立派ですね。ブラックじゃないですか。ハタサコさんできたの平君しかいないんだよな。でもこう見るって、もうまあまあでもトリッピー、今日はでもトリッピー。じゃあ行きましょう。平君で行きましょう。もう終わらせましょう。僕はもう平君で終わらせていいと思います。この村は。皆さん、そうやって。いやトリッピーローラー完遂かな私は。やばい、一番ダメだ、分かんない、やばい、やっちゃった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 、じゃあこうなっ、やべえ。やべえ。これ、縄足りるかな。いや、でも、ここは。なるほど。僕はトリッピーさん、はい、押すじゃん。そのボタンめっちゃ白いっすね。白い。ありがとうございます。今一瞬あのトリッピーヒラなのかと思った。びくってした。戦慄したけど、これは白いな。いやでもまあどうしましょう。すみません、僕のせいでこんなことになってしまった。もう死んでもいいって思ってきた俺。いやでも確かに。確かに赤くだけあがいて赤くだけあがいてどっちの方が貧困法制かと。確かにトリッピーも貧困法制な気がしてきた。なんかそうだよ、終わらせてもらえますか。キラからでもいいよ。じゃあ皆さんにお任せしますか。僕は何も言いません。色が悪い、まあ、僕見た目黒いしね、うん、まあちょっと刺したいな。そうだ、ね、あるけどね。自主という美学を信じなさい。どうせ私が釣られてもこの後ヒラクは釣られるのよ。まあそうなりますもんね。イラク、カツ丼食べるかい。いやちょっと僕サーモン丼がいいです。くらえこいつこいつ現行犯逮捕。サーモン丼、サーモン丼食べたい。サーモン丼現行犯逮捕。サーモン丼は贅沢だ。予算がないんです。いや、うん、うちにはお金がないんです。やった、生き残ったぞ。これで村が続く。これで続くの怖い。これで続くの怖い。あー、ごめん。いや、ごめん、俺も終わんのかい。
キルしちゃって、もう、しょうがなくて。いやずっとボタと思ってたのに。そうなんですよ。寺澤さん、ちょっと殺すつもりなかったんですけど、なんか殺してました、指が。マジでトリッピーが言った通り、寺澤トリッピー、ヒラで、追っかけっこしてたんだけど、俺はトリッピーが怖くて逃げてて、トリッピーはヒラが怖くて逃げてて、うわぁ、ハハ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